小金崎。天候が良ければ、北に、富士山を望むことができる。小金崎小金崎は、静岡県加郡西伊豆町にある岬である。駿河湾に面し、夕日で小金色に染まる美しい崖で知られる。この崖の地層は、海底火山の噴出物であり、後に、温泉水や、地熱の作用によって、変質、変色したもの。伊豆半島の西岸に位置する小金崎は、 西伊豆を代表する夕日スポットとなっている。1988年3月18日に静岡県から小金崎のプロピライトの名称で天然記念物に指定された。三崎全体が西伊豆町小金崎公園となっており、遊歩道、芝生広場、展望台、三島幸男文学碑などが整備されている。三崎の北側の海岸には小金崎海水浴場があり、 夏季には賑にわいを見せる。小金崎の石切り場から切り出された石は、駿河湾を渡って、駿府城の追記石にも使用された。静岡県文化財保護課。静岡県内指定文化財リスト。静岡県内指定文化財調査。2014年6月23日閲覧。著作、獣の戯れの一節が刻まれた、文学碑。西伊豆町モバイルサイト観光案内自然。 名所小金崎公園。西伊豆町ホームページ。2014年6月23日閲覧。西伊豆町役場。海水浴場。小金崎海水浴場。西伊豆町ホームページ。2014年6月23日閲覧。親父カメラマンたっちゃん走る西伊豆町小金崎。駿河湾渡った。築城石東京新聞。2021年2月17日。閲覧。 ありがとうございます。